さんこんにちは、森崎アリスです。はい、今日は私が以前アンバサダーを務めさせていただいたアンファーさんのスカルプ D5 周年アニバーサリーパーティーにご招待いただいて行ってきました。はい、あのね、スカルプ D 皆さんご存知ですよね。いや、ご存知だよね。あの、私が劇団スカッシュさんにあげたあのスカルプ D です。あの、多分すっごい遡るとあると思うんだけど、あのスカッシュさんに、あのスカルプ D のメンズ版を、あのバレンタインのねギフトとしてあげたんですけれども、それがもう約2年ぐらい前のお話になるんですけれども、あの今回行ってきたのがスカルプ D のボーテの女の子のですね、方のあの CM とかでスカルプ D ボーテボーテってやってる、あのうにゃこさんと、あのりかこさんと藤本美貴さんが出てた CM の方の、あの5周年のパーティーということで、いろいろな方が来ていたんですけれども、12個あのアンケート答えて、で私なんか乾燥してるんだって、頭皮がやばいの、ちょっとマジでやばいらしいんですよ。なのでその乾燥肌モイストの、あのシャンプーを今回いただいたので、ちょっとお土産を紹介したいと思います。まずこちら、こちらが、スカルプ D ボーテのトリートメントモイストで、髪の毛をしなやかにしてくれて、腰のあって張りのあるツヤのある髪の毛にしてくれる、もう完全なトリートメントですね、パックになります。こっちがシャンプーですね、薬用シャンプーモイスト、まあ、どっちもモイストなんだけど、これ先に使ってこっちトリートメントしてセットで、おいくら万円でしょうか、ちょっと書いてないんですけどね、これ本当にねすごいのが、私以前のパーティーでもこれいただいたことがあって、ずっと使ってたことがあるんですけど、本当にね腰とツヤがある髪の毛になるんです。私こんなパサパサで説得力ないんですけど、でも本当にねマジでトリートメントするとトゥルトゥルになるの、トゥルトゥルになるんです。だから本当おすすめ、なんかお母さんとかにプレゼントしてもいいかもしれない。30、40代の方とか結構使ってる方いて、私のお友達とかも使ってるのでめっちゃおすすめです、スカルプ D ボーテ。そしてあともう一個でん、これ私初めていただいた、スカルプ D ボーテ育毛スプレー、育てるやつだ。あの本当スカルプ D っていうイメージが、あの髪を増やすだったりとか強くするだったり、まあ、毛根からしっかりと生やすっていうイメージの人多いと思うんですけど、本当その通りの多分スプレーですね、これね。こっちはねちょっと早めにレビューできたらなと思います。今日のパーティーだったんですけど、私一番超高まったのがエブリリトルシングさんが来てたので、なんか私真ん中でドセンターで最前にいたから、ふーってなったらもうここにモッチーがいるの、ここにいるのも私モッチーだと思ってね、もなんかおかしいけど私モッチーだとしたらもうここにいるわけ、ここにいて、でモッチーに話しかけたらモッチーと会話したのだから 3ことぐらい、こう2ことぐらい会話を繰り返してモッチーってなって、リトルシングとリア充した感が半端なかった盛りありでした。はい、毎回ちょっとなんか最近ビログ増えてて本当申し訳ないんですけど、ちょっとねでもねこうやっていろいろなパーティーに参加させていただいて、最近もあの森崎生きておりますので、ちょっと頑張って毎日今続いてるからね、あの3日に一遍はねちょっと頑張って更新したいなと思うんだけど、ちょっと頑張りたいと思います。このレビューは近々したいと思います。皆さんアンファースカルプ D よろしくお願いします。ということで森有でした。バイバイ。ツイッター、インスタグラム、バイの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画もお楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャオ。バイ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 。背景変わったの分かる、みんな。